アンゴラ。アンゴラ共和国。通称アンゴラは、アフリカ南西部に位置する共和制国家。東にザンビア、南にナミビア、北にコンゴ民主共和国と国境を接し、西は大西洋に面している。コンゴ民主共和国を挟んで、飛び地のカビンダが存在し、カビンダは、北にコンゴ共和国と国境を接する。首都アルアンダ。 旧ポルトガル植民地であり、1961年からアンゴラ独立戦争を戦い、1975年に独立を達成した。独立後も1975年から2002年まで内戦が続いたが、内戦終結後は石油やダイヤモンドなどの豊富な源を背景に、急激な経済発展を続けている。しかし、1000万を超える不説地雷や首都ルアンダの物価が、 世界一高いなど、課題も多い。ポルトガル語諸国共同体、ポルトガル語公用語アフリカ諸国の加盟国であり、アフリカ最大のポルトガル語人口を要する国である。正式名称はポルトガル語で、ラプーブリーカでアンゴラ、レプブリカでアンゴーラ。通称、アンゴラ。日本語にするとアンゴーラが近い。公式の英語の名称は、リパブリック・オブ・アンゴラ。 リパブリック・オブ・アンゴーラ。通称、アンゴラ、アンゴーラ。日本語の表記は、アンゴラ共和国。通称、アンゴラ。国名はかつてこの地を支配していた、ドンゴ王国の王号、アンゴラに由来する。独立時の1975年から1992年までは、正式名称は、アンゴラ人民共和国だったが、1992年の、 憲法改正により現在のアンゴラ共和国となった。この地域には1世紀頃から主にバントゥー系のアフリカ人が住んでいた。14世紀に原アンゴラ北部に居住していたコンゴ人はコンゴ王国を建国し、コンゴ王国は原アンゴラ北西部ザイーレ州にシュトンバンザコンゴを建設した。1482年にポルトガル人、 ディオーゴ艦がコンゴ川口に到着し、1485年に艦ンはジンガン空との間に両国の対等な立場の下でコンゴ王国とポルトガル王国の国交を結んだ。1506年に即位したジンガムベンバの時代にコンゴ王国は積極的にポルトガルの文化やキリスト教を取り入れ、ジンガムベンバは首都マンザコンゴをポルトガル語のサンサルバドルと改名した。 その後ポルトガル人は今後に代わって、南のアンゴラを新たな奴隷と、看板部に期待されていた銀の供給源とみなし、1575年にアンゴラに到達したパウロディアスでのアイスが、1575年1975年を、翌1576年にルアンダを建設した後、ポルトガルはルアンダを拠点に、さらなる奴隷の供給を求めて徐々に、 アンゴラ内陸部に進出していった。以降アンゴラは、ブラジルやウルグアイ、アルゼンチン、キューバなど、南米や西インド諸島への黒人奴隷供給地となった。1617年にベンゲラが建設されると、奴隷貿易はさらに拡大し、1576年から1836年までの間に、300万人の奴隷が、大西洋三角貿易の一環として、 アンゴラからラテンアメリカに連行された。ポルトガル支配に対し、ンドンゴ王国やは、激しい抵抗を繰り広げた。1622年、特に1623年に権力を握ったは、数十年にわたって反ポルトガル戦争を続け、一時は、ポルトガルと戦争状態にあったオランダと同盟して、ポルトガルと戦ったが、最終的にヒキールから派遣された軍隊が、 ダイアンゴラのオランダ軍に勝利したことによって、1648年にアンゴラはポルトガルに征服され、ジンガ女王は1657年にポルトガルと平和条約を結んだ。ポルトガルはオランダとの間に結ばれた1661年のハーグ講和条約で、400万クレザードの賠償金と引き換えにアンゴラと現ブラジル北東部領有を国際的に認められた。一方、 アンゴラからブラジルに送られた黒人奴隷は脱走して逃亡奴隷マルーンとなりブラジル各地にアンゴラジャンがショアンゴラと呼ばれる逃亡奴隷集落を築いた1695年ので滅ぼされたブラジル最大の逃亡奴隷国家はと呼ばれる1665年をきっかけに1665年1709年が始まる 1884年から1885年のベルリン会議でのアフリカ分割の結果、ポルトガルはカビンダ以外のコンゴ川流域を失った。この時期のポルトガルは大西洋岸のアンゴラとインド洋岸のモザンビークを結ぶ構想を打ち出し、アフリカ大陸を横断することを植民地政策の目標としたが、この政策はカイロからケープタウンまでアフリカ大陸を縦断しようとしていた。 イギリスの植民地政策と衝突したため、1890年に、ポルトガルは、イギリスの圧力によって内陸部のザンビア、マラウイ、ジンバブエから撤退し、翌1891年の条約によってはほぼ、現在のアンゴラの形に再編された。20世紀に入ると、事実上の強制労働制度と、イギリスやベルギーの資本により、植民地開発が進められた。この時期に、 ベルギー・イギリス系の社によってダイヤモンド鉱山の開発が始まり、インフラにおいては1907年にイギリス系のタンガニーカコンセッション社によりベンゲラ鉄道の建設が着工され、1929年に完成した。第二次世界大戦が終結し、脱植民地下時代に入るとアフリカ諸国のヨーロッパ諸国からの独立の波がアンモラーにも押し寄せた。 アントニオ・サラザール政権、エスタド・ノボは1951年に、アンナ島のアフリカ植民地を、海外州、と呼びかえ、植民地支配に対する国際社会の非難を避けようと、した。アンゴラやモザンビークは、形式上本国ポルトガルと同等の立場であるとされ、1959年の、ポルトガルの開発計画により、アンゴラにはご、レー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 レレポンドが、投資された。 アンゴラには多数のポルトガル人の入植が奨励され、ポルトガル人の応援主の経営するプランテーションで、栽培れたコーヒーは、アンゴラ最大の輸出品目となった。しかし、形式上の本国との対等の地位と、事実上の植民地政策の矛盾は隠せるものではなく、アンゴラでは1961年2月4日に、アゴスティーニョネとマリオピントで、アンドラーデによって引きられた。 アンゴラ解放人民運動、MPLA が政治犯の解放を求めて、シュトルアンダの刑務所を襲撃し、アンゴラ独立戦争、ポルトガルの植民地戦争が待った。同年3月に、北部のコンゴ人を主体とし、反響を掲げたアンゴラ人民同盟、ウッパ、アンゴラ国民解放戦線 FNLA の前身、も、独立運動をはじめ、両者の主導権争いが続いた後に、 1966年にジョナス・サビンビが FNLA からアンゴラ全面独立民族同盟 UNITA を分離した。1960年代を通じて MPLA による解放区の拡大は続き、独立派とポルトガル軍現地採用の黒人兵も立ったとの独立戦争の末にポルトガル本国で1974年に勃発したカーネーション革命により、 独立参賀の右翼曲折を経て MPLA は1975年11月11日にルワンダでアンゴラ人民共和国の独立を宣言た。しかし、MPLA に主導権を握られるのを嫌ったアンゴラ国民解放戦線 FNLA アンゴラ全面独立民族同盟 UNITA 連合がウアンボ Q ノーバーリズボアに アンゴラ人民民主共和国の独立を戦し、独立直後から、キューバ、直接介入とソ連が支援する、アンゴラ解放人民運動、MPLA と、南アフリカ共和国、直接介入と、アメリカ合衆国が支援する UNITA、ザイ,イール、直接介入と、中華人民共和国とフランスが支援する、FNLA 連合の間で、内戦状態に陥った。 キューバ軍の支援を受けた MPLA は首都ルアンダの防衛に成功し政権を掌握したがしかし1975年の時点で50万人を数えたポルトガル系アンゴラ人の入植者の大規模な引き上げや戦争によるインフラ、農地の荒廃によってアンゴラの産業は大混乱に陥った1979年9月ネット議長が死去し 第二大大統領に、ジョゼイドアルド・ドス・サントスが就任。アンゴラ政府は、ソ連やキューバなど社会主義陣営との結びつきを強め、MPLA による社会主義建設のために、一等性を敷いた。しかし、このまま UNITA、FNLA との内戦、アンゴラ内戦が続いたため、多くの人命が失われ、経済は疲弊。 さらに戦闘や地雷で負傷してしまった人々も多く発生した。アンゴラ内戦は政府、反政府勢力がそれぞれ米ソの公演とそれぞれの勢力の代理人であった南アフリカ共和国アパルト兵都時とキューバ、カストロ政権の直接介入を受けていたことから東西冷戦の代理戦争と言われている。FNLA は1980年代には弱体化し、 南アフリカとキューバも1988年に南アフリカがでアンゴライコールキューバ連合軍に侵攻を阻止された後に当時南アフリカ領だったナミビアの独立とキューバ軍のアゴラ撤退を交換条件に撤退した外国軍の撤退後冷戦体制が終結を迎える国際情勢に交応して MPLA 政権は1990年に社会主義路線を放棄し 翌年には複数政党制の導入を決めた。ポルトガル政府の仲介で1991年5月、MPLA と UNITA がリスボンで和平協定に調印。しかし1992年の大統領選を及び議会選をめぐる対立から再び武力衝突に突入した。1994年10月31日に、 国連の仲介でが締結され和平が成立したが、と呼ばれるフランスによるアンゴラ反政府勢力の武器、密輸スキャンダルから、UNITA の武装解除に失敗した。1997年5月、アンゴラ政府軍がザイ,イールに出兵、第一次、コンゴ戦争、1996年11月1997年5月、1998年に、 UNITA の再放棄により第二次コンゴ戦争が再燃したジョナスサビンビ議長の私兵勢力と化した UNITA はダイヤモンドの密輸を資金源にアンゴラ政府軍と衝突を続けた紛争ダイヤモンド2002年2月に UNITA のサビンビ議長は民間軍事会社 PMC の攻撃で戦死し和平機運が高まったため 3月15日に双方は休戦で合意した。4月19日に休戦協定が結ばれ、27年間の内戦に終止符が打たれ、飛び地のカビンダを除いた全土で1961年以来、初めての高級的な平和がアンゴラに築かれた。内戦終結後、ダイヤモンドや石油の輸出によってアンゴラ経済は急速に拡大しており、 周辺国との友好も続いている。しかし、世界一とも言われる地雷の不設や政権の腐敗など、課題は多い。2010年8月9日、政府の地雷除去委員会は、2006年から今年、半ばまでの地雷での死亡者は166人、負傷者は313人であることを明らかにした。国連の推定によると、アンゴラ全土に残されている地雷は、 数百万発であると言われている。2010年1月には、当地で開催される、サッカーの国際大会アフリカネーションズカップ2010、出場のために訪れていた東後代表一行が乗ったバスを、カビンダの反政府勢力、フレックイコール、ファクが襲撃し、チーム関係者3名が死亡、選手も含めた数名が負傷する事件が起きた。このため、 党邦代表は出場辞退した。大統領を原始とする共和制国家であり、大統領は国会議員による間接選挙によって選出される。任期は5年。現行憲法は2010年憲法である。2010年憲法の施行に伴い、首相職は廃止された。立法府は一員制の国民議会であり、220名の議席数からなる。 主要政党としては、アンゴラ解放人民運動、MPLA、アンゴラ全面独立民族同盟、UNITA、社会改革党、アンゴラ民族解放戦線、FNLA、新民主選挙連合などが存在する。直近の選挙は2012年8月31日に行われた2012年アンゴラ議会選挙。最高司法機関は最高裁判所である。 1961年から1975年までの独立闘争と建国後の1975年から2002年まで続いた内戦により極めて不安定な時期が長く続いたが2002年の内戦終結によりようやく安定の兆しが見えている。アンゴラ軍は陸海空の3軍と緊急,急速応警察軍から構成される。 独立直後に始まったアンゴラ内戦のため、アンゴラ政府軍は、ソ連とキューバの支援を受けて、南アフリカや中華人民共和国が支援す、る、反政府ゲリラ、UNITA、FNLA との戦いを繰り広げた。1988年に、キューバ軍が撤退した後も2002年に、UNITA が降伏するまで内戦は続いた。現在もアンゴラ軍の任務は主に国内の、 ゲリラ組織との戦闘であり、内戦終結後も飛び地のカビンダ州の独立を施行するフレックとの戦いが続いており、2010年1月にはフレックによるサッカー統合代表への襲撃事件が発生した。対外的な軍事介入においては、コンゴ民主共和国との関わりが大きく、第一次コンゴ戦争では、反政府ゲリラを支援していたザイールに出兵し、 ブ物,物体制崩壊を助けた。第二次、コンゴ戦争においてもローラン・カビラ、ジョゼフ・カビラフ氏のコンゴ民主共和国新政府支援のために軍を送っている。兵器体制は旧東側諸国に準ずる。2006年の軍事支出は GDP の5.7%だった。独立時に主導権を握ったのが社会主義を掲げる MPLA だったために、冷戦中は 国内の内戦の状況が、そのまま親東側政策に結びつき、反政府ゲリラを支援する南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ザイールなどとは敵対政策が続いたが、冷戦終結後は、西側諸国との友好関係を深め、全方位外交を行っている。ポルトガル五諸国共同体の一員であり、ポルトガルやブラジル、カーボベルデ、 モザンビークなどポルトガル語圏の国々、ルゾフォニアとは深い絆を保っている。内戦中に、現 MPLA 政府は、キューバ軍の援軍と医療援助や教育援助を受けたため、現在も、キューバとは友好関係が続いており、キューバの医師団を受け入れている。陶器を南ベトナム解放民族戦線のものに似せるなど、ベトナムとアンゴラは共に、 欧米諸国や中国の侵略に立ち向かう同盟国同士であった。ベトナムも少数ながらアンゴラに軍事顧問団を送るなどして支援を行った。そのため、両国は現在でも良好な関係にある。第二次、コンゴ戦争勃発以来隣国コンゴ民主共和国が不安定な情勢であるため、アンゴラもカビラ側での軍事介入を行い、国内には 今後民主共和国人の難民も流入している。内戦中、MPLA と対立した UNITA や FNLA を支援していた中華人民共和国は、冷戦終結後は MPLA と和解した。中華人民共和国は、インフラ整備のためにおよそ20万人の労働者を送り込み、2007年までに1兆5000億円の資金援助をした。アンゴラは、原油の一、 4を中国に輸出しており、最大の輸出先となった。アンゴラに利益を還流しない、中国の方法には、アンゴラ人からの批判もあり、2004年には、反中デモも起きたが、MPLA 政権はこれを弾圧した。2014年には、内戦で破壊されたベンゲラ鉄道を、中国の援助で再建した。対日関係は1990年代以前は、希迫であったが、 内戦の集結や豊富な資源等の発見などにより次第に関係を深めている。2005年には日本大使館が開設された。民間からも難民を助ける会などの NGO が現地で援助活動をしていた。18州、プロビンシアスの下に158の市町村、ミューニセピースに分かれている。国土面積は124万6 7 0 0トルで、 ニジェールに次いで世界で23番目。また、日本の約3.3倍の大きさである。アンゴラ本土、カビンダ州を除く地域は、南はナミビア、東はザンビア、北はコンゴ民主共和国と国境を接する。また飛び地であるカビンダ州はコンゴ民主共和国とコンゴ共和国に挟まれている。寒流であるベンゲラ海流の影響により、沿岸部での降水量は、 非常に少なく、首都ルアンダをはじめとする多くの港湾都市の気候は、ステップ気候を示す。最南部の海岸は、砂漠気候さえ示す。一方狭い海岸平野を除く国土の大半は、広大な大地上の高原となっており、赤道に近い北部は、砂バナ気候、南部は、温帯化う気候を示す。長年にわたる内戦によって、インフラの破壊や人的資源の損失などが、 一いが沿岸部の埋蔵量80億バレルとされる石油と内陸部に産出するダイヤモンドなどで経済的な潜在力は高い。内戦が集結し、毎年貿易で30億ドル以上の黒字を記録するなど、これからの発展に十分な期待が持たれる国として外国企業の進出も盛んである。2004年に中国の政府系金融機関、 は20億ドルの現金をアンゴラに貸し出した。ローンはアンゴラのインフラの再建に使われ、同国における国際通貨基金 IMF の影響力を制限した。成長は2005年末の時点で日産140万バレル、22万立方メートル D を超える石油生産の進展によって推進されており、生産能力は2007年までに200万バレル、32万、 立方メートル D に伸びると予想された。石油産業の支配は、アンゴラ政府が所有するコングロマリット、ソナンゴルによって強化される。また、2007年1月1日にはオペックに加盟した。アンゴラの石油資源の大半は、飛び地のカビンダ州に埋蔵されている。石油セクターは、急速に成長している部門であり。 経済活動全体の向上の原動力であるが、にもかかわらず貧困は依然として拡散している。腐敗の監視人たるトランスペアレンシーインターナショナルは2005年にアンゴラを最も腐敗した国家のワースト10にランクした。ブリティッシュペトロリアムが採掘権料を腐敗した役人から政府の歳入に入るようにしたときは他の石油会社はそれに賛同しなかった。 首都は最も開発され、同国で言及すべき、唯一の経済センターだが、無性ケス、マススックスと呼ばれるスラムが、ルワンダの周囲を1マイルにわたって取り巻いている。アメリカの保守的なシンクタンクである、ヘリテージ財団によれば、アンゴラからの石油生産はアンゴラが現在中国に、とって最大の石油供給国であるため、著しく、増加している。内戦の影響で、 依然として国内各地に地雷が放置されており、開発の大きな障害となっている。各国の NGO や日本の日立製作所などの技術により地雷の除去が進められている。CIA ワールドファクトブックによれば、実質 GDP 成長率は2006年に18.6%、2007年に21.1%、2008年には12.3%と、 非常に高い数値に達した。近年の急速な経済成長により、2009年、現在の首都ルワンダの物価は世界一高くなっている。フラッグキャリアのトッアンゴラ航空が国内主要都市の間を運航しているほか、アフリカ大陸の近隣諸国やヨーロッパ、南北アメリカ大陸の主要都市との間を結んでいる。なお同社は、 近年アメリカ製の最新鋭機であるボーイング777やボーイング737から800を次々と導入し、サービス工場に力を入れている。陸上交通においては、植民地時代にベンゲラ鉄道が建設されたが、内戦中に創業が停止した。現在中華人民共和国の援助により、復旧作業が進んでいる。 15世紀以来長らくポルトガルの支配下に置かれ、アメリカ合衆国やラテンアメリカへの奴隷供給源となったため、アフリカの中でも人口密度が極めて低い国の一つとなっている。アメリカ合衆国最初の黒人奴隷はアンゴラ出身であった。アンゴラの民族は、オビンブンド人37%、キンブンド人25%、コンゴ人13%など、 バントゥー系黒人諸民族が大半であるが、メスチーソ、白人と黒人の根血、いわゆるムラートが2%を占め、1%ほど、ポルトガル系、ポルトガル系アンゴラ人を中心とする、ヨーロッパ系市民も存在し、その他が22%となる。また、アンゴラ内戦時に派遣され、現在も帰れないまま残留している、キューバ兵が1万人ほど残っている。その他のとしては、 中国人、家境など、両、ウブンド人は合わせて人口の62%を占める。北部のコンゴ人はかつてコンゴ王国の担い手だった民族であり、国境を越えたコンゴ民主共和国やコンゴ共和国にもまとまった数の集団が存在する。アンゴラは2007年末で1万2100人の難民と2900人の亡命希望者を抱えていると推測されている。 2008年には40万人の今後民主共和国人の移民労働者が存在したと見積もられ、少なくとも3万人のポルトガル系アンゴラ人、少なくとも2万人の中国人がアンゴラに住んでいる。独立前の1975年には、約50万人のポルトガル人のコミュニティを抱えていた。アンゴラの公用語はポルトガル語であるが、90%以上の住民は分、金文土語。 ウンブンド語、コンゴ語、リンガラ語などのバントゥーション語を話す。なお、九百九十年の時点で、ポルトガル話者数は国民の二十パーセントほどだと見られている。アンゴラの宗教は、キリスト教が最大で人口の五十三パーセントを占め、そのうちの七十二パーセントがカトリック、二十八パーセントがバプティスト、プレスビテリアン、改革福音派、ペンテコステ派、メソジスト、 キリスト教カルトなどである。残り内訳は、土着宗教が47%である。法律では、初等教育の8年間は必修かつ無料であるが、政府の報告によれば、学校施設と教員の不足により、かなりのパーセンテージの生徒が学校に出席していない。生徒はしばしば教科書や、学用品など、学校関連の追加支出を負担しなければならない。 1999年には初等教育の総修学率は74%であり、1998年には初等教育の準修学率は61%だった。総修学率、準修学率は共に公式に初等学校に登録された生徒の数を元にしており、それゆえ出席実態は実際には反映されていない。 また都市と地方の就学状況は顕著な差が開いたままである。1995年には7歳から14歳までの71.2%の児童が学校に出席していた。男子の方が女子よりも出席率が高い傾向が報告されている。アンゴラ内戦、1975年から2002年の間、半数近い学校が略奪。 破壊されたことが報告されており、現在の学校過密の問題を招いている。教育省は2005年に2万人の新教員を雇い、教員研修を実施している。教員は、発給、研修不足、過重労働の傾向がある。また生徒からの直接の支払いや賄賂に要求する、教員もいると報告されていい。その他に児童が定期的に学校に通うことができなくなっている。 理由として、地雷の存在、予算の不足、身分証明書類の不備、劣悪な健康状態などが挙げられる。2004年に教育予算の分配は増加したにも、かかわらず、アンゴラの教育システムは依然として極度に、資金不足である。2001年の推計によれば、15歳以上の国民の、ポルトガル語での識字率は67.4%、男性。 82.9%女性、54.2%である。植民地時代の1950年の非識自立は96.4%であった。2005年の教育支出は GDP の2.7%と、世界的に見ても低い数値だった。主な高等教育機関としては、アゴスティーニョネト大学、1962や、アンゴラカトリック大学、 1999が挙げられる。また1975年のポルトガルからの独立以降、アンゴラのエリート層の子女は、高等学校、工業専門学校、ポルトガル、ブラジル、キューバの大学などにも協定によって入学している。2007年の調査では、アンゴラではナイアシンが少なく欠乏した状態が一般的になっていると結論付けられた。これら、マラリア、 狂犬病、マールブルグ熱のようなアフリカ出血熱などの伝染病は国内のどの地域でも一般的な病気となっている。同国の多くの地域では結核の感染率と HIV の感染率が高い。デング熱、フィラリア、リンシュマニア症、カワシツメイは虫によって媒介されるその他の病気であり、この地域でも発生する。アンゴラは 乳幼児死亡率が世界で最も高く、平均寿命が世界で最も短い国の一つである。ポルトガルは400年以上の長きにわたって、アンゴラを支配していたため、アンゴラは、言語、ポルトガル語や宗教、カトリックなど、ポルトガルの文化の影響を非常に強く受けている。しかし、アンゴラの文化は、多くが土着のバントゥー系の文化とポルトガルの文化が、合わさって形成されている。 また、オビンブンド人、キンブンド人、コンゴ人などを含む、土着の多様な部族やそれれの伝統、言語、方言がさらに幅の広いコミュニティを形成している。アンゴラ独自の文化ではないが、ブラジルのカポエイラやサンバ、アルゼンチン、ウルグアイのタンゴ、カンドンベなどのアフリカに起源を持つ文化は、アンゴラから連行された、黒人奴隷の文化が元になったものである。アンゴラの主食は、 キャッサバやトウモロコシの粉を湯と混ぜて、餅状にした粉じであり、肉や野菜をパーム油と似た、シチュー状のムワンバと共に食べることが多い。その他、旧宗四国のポルトガル料理や、その植民地であったブラジル料理の影響を強く受けている。例えば、アンゴラにはポルトガルが植林したオリーブが生育しており、料理にもオリーブオイルが用いられる。金文土人の音楽だった。 アンゴラのセンバはブラジルにわたってサンバとなった。1947年にリセウビエーラディアスが中心となって結成されたアンゴラ・リトモスは新たなセンバを創始しアンゴラのポピュラー音楽の方向を決定づけた。アンゴラ・リトモスによって方向づけられたアンゴラのポピュラー音楽は1960年代から独立後を通してセンバが主流となりボンが バルデマール・バストス、パウロ・フローレスのように、国際的な成功を収めたミュージシャンも現れた。センバ以外に、アンゴラ発祥の音楽のジャンルには、フランス語圏西インド諸島のズークとセンバのクロスオーバーである既存話が存在し、アンゴラ発祥のクラブミュージックであるクドゥーロも、ブラカソン、システマの活躍の影響などもあって、近年世界的に注目を集めている。近年は、 同国初のゴシックメタルバンドであるネブリナや既存版のネーデ版イコールドゥーネンが同している。文字によるアンゴラの文学はポルトガル語によって19世紀半ばに始まった。これはカーボベルデの文学の成立と同時期であり、モザンビークに半世紀先駆けたものであった。文学においてアンゴラ文学はポルトガル文学との差異を強調する傾向があり。 この傾向は独立以前の文学において、ポルトガル文学に対するこだわりを強く持たなかった、モザンビーク文学とのとなった。アンゴラの死は1960年代の独立戦争の頃に大きく公用した。独立戦争の指導者であるアントニオ・ディアスカルドーゾ、マリオ・ピントデ、アンドラーデ、アゴスティーニョ・ネトや、亡命者のアルリンド、バルベートスなど、多くの政治的な人物により、 ポルトガル語詞が作られた。小説においては、二十世紀前半に、ポルトガル人行政官として、アンゴラに駐在し、作品を表したフェルナンド・モンテーロ・デ・カストロ・ソロメーニョ、いや、ルーアンダ、1961、などで知られ、金文土もと、ポルトガル語を巧みに融合して、ノーベル文学賞受賞も取り沙汰され、現地の工場文学などを取り入れて、ポルトガルによる、 植民地支配を描いジョゼル・アンディーノ・ノビエラ、アンゴラ独立戦争における解放軍の戦士の心情描写を通してアンゴラ人の心を描いた、マヨンベ、1980で知られ、1997年にカモンイース賞を受賞したペペテラ、ジャーナリストであり、電気文学や過去の売人、王、ベインデイドーデ・パサードウス、2004で2007年の A インデペンデント氏を受賞した女性ワルドア・グアルーザ。だが、アンゴラの著名な作家の名として挙げられる。アフリカ屈指のバスケットボールの競合として知られており、2006年バスケットボール世界選手権では、日本などと対戦し、3勝2敗の B グループ3位で、決勝トーナメントに進んだ。サッカーでも代表チームが予選でナイジェリアなどの、 強豪を破り 2006FIFA ワールドカップに初出場した。本大会ではポルトガル、メキシコ、イランと対戦。急創四国との対戦があり、この大会の一つの注目点ともなった。結果は1敗に分けで一時リーグ敗退に終わったものの、強豪をメキシコに引き分けるなど検討した。2010年にはアンゴラでアフリカネーションズカップ2010が開催されたが、 フレックによる、東後代表襲撃事件が発生するなど痛ましい大会となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。